ゴールなのです。皆さんは夢持ってますか？僕はですね、最近持ちました。まあ、その夢というのがですね、ハンバーグあるじゃないですか。あのハンバーグを切った時にトゥラーみたいなね、滝のように溢れてくるあの汁、あれがもう止めどなく溢れてきてほしいっていうのが最近の夢でありまして、そんな僕の夢を、まあ、スン君に託そうかなと思いまして、今回はですね、ハンバーグの肉汁が止めどなく溢れてくるドッキリをやりたいと思います。まあ、やり方なんですけども、まず机に穴を開けますと、で皿にも穴を開けて、で管を下から通してハンバーグにブチュッと通すと、でそっからその管をの先には俺がいて、一生懸命クーグー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 汁をね、あの送り込むと口で、本当はね、なんか空気を送るやつとかあったらいいかもしれないんですけども、うん、あいにく俺にはね、そんなような技術はございません。というわけで、メイキットマスボウィズカーカス。はい、というわけで開けていこう。もうこっから DIY。 おい、お前はちょっと今来るな、危ないから、危ないから、これ来い。誰か来た。お前何来てんだ。お前今ちょうど雨がいい感じやんでるんで来ました。今ちょっとサブチャンネル撮ってんだよ。撮ったんですか。じゃあどっから編集しておきます。というわけでちょっとね、ターゲットが来ちゃったんですけど、多分これは見られてない。やろう、いきます。3、2、1。すいません。ステップ2、こちら、この管をですね、この穴に通していく。あ、全然普通に通るやんこれ。はい、というわけでステップ3は次、お皿に穴をね、開けますよ。これ怖っ。あ、なんかこうマスクとかした方がいいかもしれん、これ、もしや。ね、あの宗教シックになってますけども、気にしないでください。これは安全には十分配慮でね、やってるんで。こっちからね、3、2、1。ああ、硬い硬いよ。今からですね、こっちの方に穴を開けていきたいと思います。行くぞ。花尾チャンネル。というわけでできました。こちらが肉汁ダラダラハンバーグでございます。僕あそこに座るんで、あそこからね、こうピューっと送ってきて、最後にこう行ってこう上に行ってここに繋がってるというね、そういう井戸端会議になっております。ホエーのお時間です。ツイッターで今めちゃくちゃ話題のですね、あのムカデ違います。何でしたっけ。こちらにですね。何をそんなビビるよお前。浜尾さんが料理。じゃあそのハンバーグ食べてもいいよ。あ、ありがとうございます。ハンバーグの前でどれだけ粘れるか選手権。いや普通待ちきれないじゃないですか。まあ、まあまあそうですね。それ耐久動画です。あ、耐久動画。待て待てです。待て待て待てが入ってます。ハウス。え、動いた。そう。そう。僕は生きてるのかなと思いました。じゃあそろそろ食べてみます。じゃあまずちょこっと切ってみよう。こんな出ます。
んな出るもんすか。そんな、そんな焦ってんの。すごい、そのパスワード。なんかインポーターでも入ってんの。え、なんで。たまごっち。たまごっち。たまごっち。どういうこと。サイズ感的に入ってそうみたいな。え、食べれます、これ。一旦食べてみます。さすがにコンビニないから。うまい。うん、普通に美味しい。おお、ちょっと冷めてますけど。じゃあ次もうちょっと端攻めてみる。ちょっとマジか端。に、いやこわごわ、なんか呼吸してるの。いやいや、吸ってってやっぱなんか、喋ってみたい、よっかり会話してよ、そいつと。君は、今どんな気持ちなんだい。ナイフとフォークを持った人間に目の前にすらすら。うぅぅぅ、怒ってんな。反応してますね。怒ってますね。あー、表面張力だ。あー、怖っ。だっ、つえやばないそれ。いやいや、気持ち悪い。というわけでハンバーグの肉汁が一生溢れるドッキリでした。いやいや、これは分からん。発想の出所がわけわかんないですね。